監禁にひとまず監督続投も選手たちが協会へ不満申し立て。サウジアラビアのスポーツジャーナリスト、アハメド・アルファヒド氏が明らかにしたところによると、サウジアラビア代表の選手たちの多くが、イタリア人監督に対する苦情をサッカー協会に申し立てた模様。サウジアラビアメディア IREM ニュースによれば、日本戦後に行われた同国協会の会議で解任も議論された、ひとまず続投という結論に至ったものの、カタールワールドカップで指揮を取っていたエルベルナール前監督の復帰も選択肢に挙げられたという。何の実績もないサウジの選手がマンチーニに不満って受けるな。強くなりたいならまずは自分たちの実力不足を認めろよ。いやサウジアラビアの選手、スタッフ、協会の方が問題でしょ。マンチーニは短期間、またあの試合中の短時間での修正などかなり優秀な監督だと思うけどな。なぜサウジレベルの選手がマンチーニに上から目線なのかが不思議。不満も何も試合に出てない選手で戦わなきゃならない監督の方が不満言いたいよな。ファールじゃないところで自分から転んで、ファールのアピールしてましたが、そういうところを直してから監督に不満を言ってくださいな。マンチーニは悪くないとは思うが、おそらくサウジリーグの批判をしたのが、日本に負けた時の言い訳みたいな感じで印象良くなかったのかも。代表選手がクラブでベンチ要員になってるってサウジリーグの批判しちゃったのが良くなかったのかもな。成績不振の責任転嫁と思われたかもしれんし、王族の批判とも捉えられかねない側面もある。前回のワールドカップでアルゼンチンに勝って勘違いしているな。あの大会もポーランドとメキシコ相手にはいつものサウジに戻って連敗で結局最下位だったし。なんかサウジのサポーターとかもそうだったけど、日本戦の前はやけに自信満々だったよね。なぜか勝てると勝手に思い込んで負けたら打席思考、サウジリーグにスターがたくさん来て自分たちも偉くなったと勘違いしちゃったか？